タクヤです。カズヤです。ザタッチです。大島です。ワッチです。ということで、今回はモンスト、はい、大島ワッチのボックス見せてみろ。イエーイ。ありがとうございます。来ていただいて、はい、見ようじゃないかと。ね、なんかやったことない、やったことないみたいですね。そうですね、ちょっと興味深い、僕らは。本当ですか。やっぱ僕らより結構前から、はい、ちょっと前からやってるもん、ね、1年ぐらい多くやってるでしょ、多分、うん、そうですね。だからね、知らないキャラもいるだろうし、でも今チラッと聞こえたんですけど、淡路のは面白そうだなみたいな、ボソッての言ってました。なんか僕のはそんなに、いや、その、うん、淡路ちょっと頭おかしいじゃん。いやいやいや、勘弁してどっちかというと変なの、そなんか変なの育てたり、うん、あれこれ育ててねえのとかありそうで、大島はもうパッとしないじゃん。パッとしないじゃん。パッとしないじゃん。どっちかというと和也さんと僕似てるタイプですから。そっかそっか。気をてらうタイプね。そう、気をてらって。でもなんか先輩が自分の家に遊びに来るみたいな感覚ですね。ああ、ちょっと片付けたりしましたもん。本当。構成してない重心流重ねてみたりとか。そう、そう、はい、俺それびっくりした。前さ、重心流さ、そのまま野放しで置いてあってさ、はい、野放しにしてましたよ。え、重ねられるんすかみたいな。はい、知らなくて、本当に、うん、全然散らかってても大丈夫だから、俺、うん、全然気にしないでいい。あ、本当ですか。うんうん、コロコロもしっかりかけたんで。いやいや、全然来てください。はい、見せて見せて。はい、はい、モンスターボックス、ね、青葉ちゃんからね。はい、僕から行きたいと思う、はい、まあ、いいですよね。ランク281。はい、この辺は、ね、この辺はブラフマ3体いる。ブラフマ3体で、これ3体目とかミーどうしようかって思いません？あ、まあ、その1体をとにかく強くするのか、一旦みんな特急つけるか、ね、ブラフマってさ、うん、何体も使う場面ある？ブラフマーですか。2体が限界じゃないの、うん、23回は僕ブラフマー3体と、エリザベスとかフレンドで借りていきますね。そうなんだ、それが強い、はい、だって一応爆発だからさ。そうなんですよ、あのワープ出るクエストにワープなし連れていくの本当に嫌いなんですよね。あ、そうなんだ、はい。ちょっとあのスクルドの身見せて。スクルド確かに得エルじゃん。得エル何、本当だ、頑張って厳選したんで。はい。毒我慢ついてる。毒我慢でございますね。やっぱり毒が一番きついですからね。いやいやいや、これロボットが毒出すステージ来たんですか。最高です。僕これもう28回に絶対連れてきます。なるほど。紋章、紋章で毒ってないんだっけ。あるん、どうなんですかね。あったらこれすげえ意味ないね。そうですね。あ、紋章力ね。はい、28回で強いんですよ。あ、そう、はい、あのロボットを挟まらなきゃいけない。そうかそうか。それこのメテオで1体潰せるんで、1回で2体倒せるんですよね。マジで、はい、パンパンできるんで。なるほどね。え、ここで何か思い入れあるのある？それもちろんこのキャラですよ。あー、ヒドラね。来たよ。ずっと言ってんもんね、これ淡路。いやいやいや、ずっと言ってんもんね。そんな、なんか見せびらかしてきますね。毎回会うたんびドラえもんって言うもんね。ヒドラ、ヒドラ。いや、これどれだけ大変だったか。誰一人持ってないでしょ、ここの。いや、俺らまだ始めてなかったから。岩田モンスターは誰かに言うの。そうそう、モンスターじゃない。俺たちはモンスターじゃない。ストライカーで言ってくれる。これは本当に頑張って作ってね。なんか、すげえきつかったっていう噂だけ聞くんだけど、はい、シンプルに言うと、重心流を200個集める感覚です。わかりやすい。あー、なるほど。それぐらいですし、きついね。競技クエストでたまに落ちる。なんで200個なの。いや、100個じゃん。99個。実際僕これ予備クエスト一緒に回りまくってて、うん、その時重心玉は多分140、50個になってましたもん、ストックが。重心玉がだけで。マジ？そんぐらい出ないってことか。本当出なかったんで。重心玉150個ぐらいで運極になったの。運極になりましたね。あとフレンドガチャとかもあるんで、なるほど。これ本当ぜひおすすめなんです。これだからその当時からやってる人が見たら、はい、すごいねっていうレベル。いや、そう、すごいです。やったね、頑張ったね。頑張りましたね。早々に諦めましたもん。それを今回、削除すると。いや、するわけないでしょ。そんな。売るということでいいですね。ドラえもんがかわいそうなんでやめてもらっていいですか。でもロボットじゃないんですね、聖騎士なんだね。本当だ、かわいいんですよ。あ、なるほど。まあ、あとは最初の爆絶運強がアバロンなんで僕。ああ、はい、そっか、これもいいよね。ほんと使いますね、アバロン。ぜひ皆さんに作っていただきたいですね、これはね。はい、いや、頑張りたいけどね。はい、結構大変ね。あとやっぱね、このアシュラぐらいまでですかね、ちゃんと
超絶キャラ2体作ってたんですけど、わかる、今もう作らなくないですか。確かに超絶キャラ、爆絶とかも、超絶とかも集めるけど、はい、あの使う場面来ないとレベルも上げないみたいな、うん、確かに音曲にしたいから重ねちゃうし、うん、確かにそれで、うん、あれですよね。だから2ターン、こういうキャラとか知らないんじゃないですか。そうそう、この辺ね、いや見たことあるんだけど羨ましい、欲しい、はい、ミューズ&タートルズコラボしてて、この辺やったことやってなかったの、はい、カワバンガですよ。カワバンガ SS が SS、 だからハクアより早いですよね、これ分身 SS。 あ、なるほどね、カワバンガからですから。カワバン育ててないけどね、はい、なんかその言ってるけど、カワバンガですよ、育ててないじゃん。これはガチャゲンじゃなくて降臨、これはなんかもらいましたよ ね、 やつね、そうなんだね、ミタントタートルズ、うん、かっこいいわ、好きですよね、ミケランジェロ。ちょっと水とかもドナテロ、はい、これどうしてます、皆さんパワータス。いや、3つぐらい、3つか2つ残した後は使っちゃう。俺も使っちゃう、俺は全部取っちゃう。へぇ、そう、意味がこんな感じ。僕あの一回やってみたいことがあるんですよ、このゲーム実況で、はい、この、うん、なんていうんですか、重心化前の超古いキャラ、うん、これで今のクエストみんなでクリアしようみたいな。あー、なるほど。オーディンも昔の、エクリプスも昔のとか、すっごい古いキャラいるじゃないですか、ね、ほら見てくださいこのボール絵これを別ゲームみたいな、これをどこに連れてくんだ、この魔王キラだけのやつを。すごいな、これでなんか串灘とか行ってみたいな。そうね、淡路がね、はい、提案してんの知ってんだけど、はい、なかなか実現しないから却下になってんの。却下になってんすか。聞かなかったことにして、ババアチャレンジやりましょうよ皆さんの。ババアチャレンジも楽しいですけど、水、はい、水、水、僕水不足なんで。水不足、干ばつ、水不足をでも救った一手あったよね。ありました、ええ、ちょっと下行って、それ、この真ん中の右、真ん中の右、これですか。それじゃねえ、クリーム、誰かクリームを使ったことないですから、クリームを。なんで持ってんのそれ、売却しろよ、なんかの素材になるかなと。いらない、そうしたでしょ。あ、この子出た、ビアちゃん、やっとですから、うん、そう ね、 ね、これが4周年感謝ガチャで、これだけでも水不足だいぶ制限される、そうだよ、解消だ、はい、爆発で。俺そんなさ、ランスロ3体、なんか淡路がね、はい、重心流足んないって言ってたの、うん、はい、こういうのいっぱい作っちゃうからでしょ、3体もやるから2体でいいっすよね、うん、作りたくなりません。いや、わかるけど、はい、重心集めるのめんどくさいじゃん、めちゃくちゃ。そう、あともったいなくなっちゃうし、うん、もったいない、使わないんだったらね、自分のスタミナもほぼなくなって、でもモンストやりたいってなった時に、うん、進化させるってやらないですか。やることなさすぎて、なんか友達のマルチ引っかからないなってなったら、もう進化するってやることないですよ。いや俺はたまにあるけど、はい、たまにあるけど、なんかでもなんか俺は重心流もそうだけど、はい、重心玉とかがもったいないから。ああ、重心玉は今は結構いっぱい持ってて、はい、あとやっぱ僕の一番モンストで一番好きなキャラ、唐揚げくん、ボール玉見せて、いいなぁ。美味しそうですよね。美味しそうではないよ。嫌だよ、これが駆け回るの。こんな可愛いキャラいるなんてと思ったぐらいで。はい。わ、もうほら、オーディンも3体やってんだよ。何これ、やば、偏ってるわ、なんか。しなくていいんだよ。しなくていいよ、オーディンは。いや、僕3体1回に、オーディン3体でいきますから。めちゃくちゃ強いです。何？はい。出た、おお、一撃、あー、後でワクワク見つけよう、はい、これ。いや、なんでなんですか。いや、いいじゃん、特急にしてあげたい。強いんですよ、オーディンは。強くなった、HP も強いですし、そこ強くなったよね、ダッシュ、はい、うん、はい、なるほど。さあ、まあまあまあ、キーこんな感じですね。あ、なんで消えた、おい、はい、ババア持ってるじゃない。いや、やるなぁ。やってんな。一応レベルだけ上げといてね。はい、一応ラック3進化させなくていいからレベル上げといてね。いいババア持ってんの、まあ、今、まあ、みんな一緒でしょ。これ一応まあ置いとかなきゃいけないなっていう感じで、いや、この辺がやっぱ悔しいですね。31、全然じゃん、全然悔しくないでしょ。そう、サボるとこサボるんだよね、うん、サボるとこはなかなかやっぱ難しいんですよ。え、あれは、はい、あの迷いちゃんだっけ。迷いちゃんも結構頑張って、もったいない、これ強いよ。だったら最初からやんなきゃいけないじゃん。いや、どんどん溜まってっていけるかなと思ったんですけど、22で。いや、頑張ってないでしょ。どういうタイミングでやめたって思った。出た、サボテンだ。あ、これね、これよくやりましたよね。これ何残してんの。思い出ですから、もう二度と手に入らない、ね、そんなとここだわんな、ね、
これもできなかったんですよね。オラゴンテレビちゃん。なんかすごく簡単に運曲になるイメージがあったんですけど。これもできず。さ、そういうさ、簡単に運曲にできるやつってこれとかもそうだしさ。はい、あの、今後作ってった方がいいよね。あの、文章力。そうですね。文章力とか。後悔してますもん。確かに。確かに。54で、本当にアイス食べたかったのにも、そうか。アイスのためもあるけど。アイスのために。でもドラえもんコラボだけはもう毎回頑張って。ドラえもんちゃんと作る。ドラえもんは歴代全部持ってる。歴代持ってると思います。はい。で、ジョヤベルもめちゃくちゃ使いますね。うん、いやー、ジョヤベルね。これ強いね、はい、やっぱり。強いですよね。友情も強い。どっちも強い。うん。あれ持ってんじゃん。何ですか？タスの、タスキング。あ、これ、はい。持ってないの？なんで逆に。え、使っちゃわない？逆にこのまま。なんでお前、パータスはもう余るじゃん。いらないじゃん。パータスは残してこれ使っちゃうの。うん。こっちがさ、いつも足りなくなるから。あ、そうなの。緑と。マンモン！マンモンがもう、就職先なくて、ずっと引きこもってますね。育てもしないじゃん。はい。なんかダンサーみたいなのみんなこうやって並んでこうやって申し訳なさげにね、こうね。マイケルですね。あ、で、これ、悲劇の始まりですね。悪しき習慣を作ってしまったハンターキング。どういうこと？あの、身がね、あーワクワク身出た始まりましたよ。1級 M を1級 L にするって、1級 L、うん、1級 L 事件。1級 L 事件。これは学びも得 L にしてあげたい。いや、って言ってたら、こっちにつけられたんですよ。見つかっちゃって。世に言う EQL 事件。EQL 事件のせいでね、始まって。だから、またなんかそういうのがあるかと思って、例えばさっき出てきたケロンとか、うん、一応こう置いてるんですよね。いいねー、なるほど。EQM にしてあげたいね。確かに。みたいな、ちょっとその、いいね、生贄が、はい。かじりやすいようにさせてもらってる。もう芸人の坂田のさ、かわいそうに。そうなんですけど。そういう体質になっちゃったもん、ね、はい、こいつとか使ってましたよね、バジリスク。これ25回で未だに使うよ。未だに使うんですか、いいサタンがいればもう十分ですから。俺もサタンで。かわいそうに。こいつないと勝てなかったですもん。いや、こいつめちゃくちゃいいじゃないですか。なんだっていいじゃん。いや、サタンと、はい、サタン1回じゃない、クレオパトラもいるし。そうか、クレオパトでもいけない。ヒミコ。なるほど。まあ、ちょっと、どんどん行こうか。はい。次もじゃあ。これでも、あの、ヒドラのためにやる。ああ、なるほど。これはでも、マリ視点とか作っとくべきだよね。すぐに視点はいい。今後、マリ視点回とか来る来る、ね。あ、そうですね。きっとね、来るよ。来る感じで。クシナダもやっと、いいな、お料理になって。うん。ギルサンダーもね、頑張って。そう。で、うわ、もったいね。44で。その代わり、ティグノスやってる。はい。これもう金額が50倍になれちゃうんですよね。飯馬だね。そうですね。飯馬で、ティグノスやティグノスやったんでしょ。だからね、そうね、なんかね、あれなんかね、こう人とは違うとこ行きたいみたいな。そうそうそうね。気を気を気を。いや、違います。勝手になるんですよ、こうね。本当に。みんなが誘ってくれればいいだけの話です、淡路。キテジ、キテジ。キテジってなる。木を照らう淡路、キテジ。これ、エルドラドもみんなで今、周回中で、まだ僕はまだまだ20ですけど。そうだね。はい。なかなかタイミング合わせてもらえずに。あ、しがみ様に、なんだっけ。どうですか？あ、もののけ姫の、エルドラドの下。あ、これですか。もののけ姫の。スイーティカ。もののけ姫っぽいよね、確かに。これもなんとなく置いてますね。素材みたいな。はい。なんでなんとなく置いてんの？これ圧迫されてんの？この僕の匂い棒、匂い棒本当に強くて。こいつのおかげで僕、つくゼロ運曲になりましたし。あ、そうなんだ、つくゼロ運曲。つくゼロも早いよね。つくゼロめんどくさいのにさ。はい、フレンドに出た皆さんの匂い棒も使わせていただいて。下ネタじゃん。下ネタじゃないっすよ。キャラなんですか？で、大島さんがもう、大好きなキャラ、真珠。二度と見たくないんだよ。いやいやいや。真珠と真珠でおなじみの女の子の4周年カシャカシャアーカイブご覧ください。あー、でも。出た、リコル。あ、リコルでも2個ついてんじゃん。そうです、ちゃんとつけましたよ。あ、ニコル？これニコルじゃん。ニコル、はい。リコル2個ついてニコルじゃん。ニコル。藤田です。藤田ですって。アラジンさん。これですね。あとはもう、覇者ずっとやってると。そうね。これはそうね。なっていきますから。はい。なんでノックも運曲なの？ノックは単純に可愛いなと思って作りました。意外とあれが淡路も。で、フレを足す。確かに。作ったらね。鑑賞用ってこと？そうですね。鑑賞用の気持ち悪いね。ね、なんでそんなあれ、また作ってるよ、これ。
何ですか？ヒカサメ。ヒカサメは強かったんですよ、昔ね。でも3体？はい。3体、まあ、友情も強いか。はい。うん、使ってますし。あー、まあ。キーに身についてるしね。キー、こいつ、得意るじゃん。はい。使いました、ね。なんかでも光はまんべんなく持ってる感じがあるかね。だからこの辺のみんなが重心化したら最高ですよね。そうだね。タツさんこれ持ってんすか？ミギーとのコラボ。持ってない持ってない持ってない。この頃できてないんですね。でも運極じゃないんだ。はい。見てくださいこのタス1万2000です。そう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 。やらなきゃいけないんで。きつい。かなりきついんで。なぜそれ振り分けたのに他を振り分けたの。そうですね。でバルボサはもうそれ何の分け方なんだ。これはラック90なんで。あ、なるほど、はい、あれこれって運極になるやつじゃなかった？運極ちょうど届かなかった。ほら95です。いや95じゃないよ。95じゃないか。80だよ。80だったんで間に合わず。そうか、はい、あーもったいね。こういうとこあるんですよね。あとカナンはあのここでじゃんけん負けて身つけちゃった。あ、でも20までいって。おー、はい、20までいってる。少しずつ回ってます ね。いいねいいねいいね。でやっぱこのヘンドリクセン、そしてこのシノブめちゃくちゃ使いますね。めちゃくちゃ使う。はい、うん。こういう強い運極出てくるから途中でやめちゃうんですよ、僕運極。あ、そっちを。わかるね。わかるな。やって。使わねえだろってなっちゃう。違う違う。そっちもやって。はい、そう。だ、なんか今までの、そこまで作った自分が報われないじゃん。そう、に、なんか、20はまだあれだけど、はい、50ぐらいでやめるって気が知らないよね。いや、間に合わないです、ね。今までの自分に申し訳なくない。俺、何気にあの、ティグノス運極より、あの、エティカ運極の方がすごいと思うんだけど。エティカ運極にして、ティグノス運極にしてますから。こっちの方が俺、気が遠くなる。もうしんどかったですね。勝てなすぎて。ほんと難しかったですけど、でも慣れたら楽しくなってくる感じですね。どうですか、言い残したことはないですか？言い残したのはもう早くこの子どうにかしてあげてください。重心化ね。運営に対してね。はい、ぜひ。そうだね。でもこの映画なくなっちゃうのも悲しいけどね、まあ、ちょっとね。でももっとかっこよくなるんじゃない？うん。確かあるかもしれないですね。ね、あともうこいつも、シュレッダー。え、何これ？シュレッダーです。あれか。タートルズ。タートルズの敵ですよね。かっこいい。世代じゃないんですか？一応タートルズなんか見てた覚えはちっちゃかった、はい、うん、シュレッダーもね、ぜひ救済ください、うん、はい、運枠、運枠は僕50ちょっととかですかね、ラックで並べてもらって、はい、なんか急に運曲を作る、なんで猫、なんで猫の作ってんだあれ。本当だ、猫。これはもうメダル稼ぎで勝手にできましたね。ね、星5以下限定だったんで。そう、だから紋章力上げたいからさ、いっぱい作った方がいいね、これ。そうですよね。だからさ、今後さ、簡単なクエは2体運極するとか。ああ、なるほど。あってもいいかもね。確かに。はい。こいつ、金結局当たらなかったですね、ジャック。はい。俺も当たんなかったわ。最後まで。だからもう銀にしてますね。あ、かわいそうに。はい。あとは運極で。かわいそうにじゃないの。俺、だってカズヤだって出なくて頑張ったもん。ずーっとやってた、俺。ずーっとやってた。執念が足んないんだよ。執念足んないかも。最近の子は執念が足んない。すぐやめちゃう。ですね。うん、まあ、エデン、二大家内、アバロン、爆絶、それぞれ作ってますね。あ、いいね、いいね。次だから、あ、ここが面白い。ここが面白い、中途半端ゾーン。あー、これもダメでしたし、ちょっと、こいつよ、これ。風鈴なんでそこでやめんの？これもう無理だったんですよ。84が限界で。これ大変だったもんね。ね、自分に申し訳なくなる。いや、そればっかりだったんですよ。自分に申し訳なくなる。そこまでやった自分に。でも13号機とかギルさんの直ドロの44マジで意味わかんなくない？いや、頑張りましたよ。やんなきゃいいのに。じゃあやんなきゃいけない。あの、新たな被害者、ミサトさん。あー、残念だね。ミサトさんも頑張りますよ。いや、残念だったね。これは、ね。70で終わるとはね。70、いやいや、間に合うんで、なんとか。これ撮影してるとき、あと4日ぐらい残ってる。そうそうそう。はい、頑張ってよ、ちょっと。この、今までの子たちをさ、そうですね、胸を晴らすように。うん、いや、またゲゼロも、なんとか頑張って。キル3対4、キル4対62。もうこの辺はもうガチャゲン混ざってきちゃうんで。なるほど。ここですね。うん。意外と全然やってないのがもう山竹。山竹やりたいよね。そうだね。回が出て強くなったしね。これも頑張ったんですけどね。あー、ギルガメッシュね。これも直ドロだったよね。はい。55でなんでやめたの？いや、半分まで来たら。いやー。いや、なんかすごいね。なんだろう。性格みたいなの出ちゃいますね。え、俺そんなのないわ。もう。
途中やめるんだったら早めにやめる、うん、あそう俺もそう俺もそうっすね本当ですか無理だって早めに判断つくけど、はいうん、なんかのらりくらい半分ぐらいやってさなんだろうあもう無理かなって思っちゃう、うん、なんかね、はい、嫌いいやいやいや性格が合わないね合わない本当ですかこういう奥行きってことなんですかねこのきっちりしたいというか奥行きってことなんでしょうねいい風に言うなよどういうことはいこんな感じです僕の紹介は、はいはい、長くなってしまいましてわかりました、はい、じゃあ大島ちゃんのもいいですか、はいましょうはい、ちょっと僕長くなったんでパッと終わる2、3分でいける淡路のカットしてくださいサージの方サーでいいかサーでやみそう意味ないでしょやんない方がいいからサーでやみますサーってやんない方がいいですよチェンジしましょうじゃあ、はい、お願いいたしますはい、さあ、ということで、はい、大島ちゃんはこんな感じでしたねいや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 お腹減ってきませんいや違う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 今俺、今、繋いだばっかですから飯食いに行きましょうよ飯食いに行くなよ、はい、ボックスの人行くじゃなくてボックス消化させてください、僕のもお待ちかねなんでじゃんけんで勝ったらねなんでなんすか淡路のあんなダラダラな、やったのなんてことですか長いんだよ、お前のが飽きちゃったんだから、タッチさんでもパッと行きましょうやめろそんなことない見せ、見よう見よう見る見る飽きてない、飽きるとか飽きるとかないから見たい見たいすぐ飽きちゃうからいや、ね、難しい先輩みたいにやめてそうそんなことないからでもちょっと本当にちょっとあれっすねあれなんか、はい、なんかやっぱ上一番上からもうすでに幼女が多いよねなんか上いや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 でもまあそうっすね上のなんだっけそれどれですかこれっすかいや、一番上の右の…え、はい、あ、これっすかこれなんかの素材っすね普通の氷キャラか割と新しい新しめの氷ですけど祭りラックいくつなんですかちなみにえ、なんで祭り簡単だったよねいや、あのさ、ね、途中でやめちゃうとさその今までやってきた自分やからいや違うんですよ。いやもう次のあのインタビューでそれ書いてるでしょ。途中までやったら。いやでも僕これ25とかが多いかもしれないです。ああ。この辺でちょっとあじゃあ自分の中では早めなの。早めですね。決断。はい。まあまあそうか。1降臨ぐらいでそれぐらいいきますもんね。うん、そうそう。スクルドすげえ持ってんな。そうか。大島ってすげえ被るよね。そうなんですよね。スクルド3体。スクルド3体で。あちゃんと風鈴運曲だ。これは頑張りました。ジンいいですね、うん。そう、ジンも頑張ったし。ジンは俺最初の降臨した時にできなくて、うん、コラボ第1弾。あ、もう一回来たんですか、ね、そう、第2弾で4日だけ来たんですよ。ありがたいね。そうなんですよ。そこで作りました、僕。じゃあ、そういう人、いや、でもいるよ、中に。いるんだね。そうジン強いっていうのを知らなくて、うん、その第1弾の時に、うんうん。で、慌てて作ったって感じですね。へぇー。あ、こいつ。早く売却しないと。誰ダリア。ダリア。いや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 、かわいいじゃないですか。なんか大島さんのファニー枠にしてるけど。ファニーとしては弱すぎる。弱いか。なんかさ、いや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 、いつか重心化来るのかなみたいなのをしちゃダメだよ。はい、いや、俺、カズヤさんに言われたくないっすね。スサノオに しようとして。そうだ。スサノオ進化かなんかに。あれには言われたくないっすけどね。あ僕、ああ、そうね。このなんだっけ。うん、孫悟空も。僕3体いますよ、ね、本当だでもちょっと孫悟空ってさ人気あったからさ、ね、ありそうだよねあるよねそういうのってなんか、はい、なんかさまとめて孫悟空とあと三蔵バットとかも三蔵とか合わせてあるし三蔵法師とか、うん、一緒にかも、ね、強かったんですけどねワンウェイレーザーね急にこれアレキサンダーが懐かしいですねあれこれねアレキあーこれ知ってますそういやこれね僕ら始めてすぐ来たそう、はいはいはい、夢玉だよね夢玉の夢玉、ね、これ全然集めらんなかったこれもう、ね、夢玉きついっすよね基本的に夢玉はね夢玉俺も苦手だわあれヒドラはどうなのヒドラ僕のヒドラはいや早々にやめたね本当に早々にやめました性格が出るね無理すぎて、はい、無理すぎて大島さんもあれいるじゃないですか何これそうできますよみんなですげえいっぱいいるねそのアグナムートめっちゃ出るんですよ足しちゃえばいいのにいやでもなん、うん、そうっすねみんなで進化で回りましょうよいやいやアグナムートいやいや真田真田も2真田なんかで取らなかったっけそうっすねなんでなんかで取ったよねいろんなタイミングで出てますね、はいよいしょよいしょに真田出んだよそうあれハンニバルいませんそうこれ僕水の遊園で引いたんすよハンニバル結局水の遊園あの撮影の後水の遊園来て直後にえ撮影外で撮影外ですであの撮影外でちなみにこいつもあーえー、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 えー
ですねじゃない。撮影外紹介するんじゃねえよ。あと撮影外でですね、うん、撮影外を紹介する、ね、何撮ったの。このそうだ、すいません、撮影外でない、やっぱこのスタジオだと弾けないんで僕最低なこと言ってんさ。そうなんですよね、水めちゃめちゃ多いっすね。水が多い。でもなんかいいね、ちゃんと山竹もあれにしてるし、一応曲にしてるし、周囲がすげえ、周囲ってのは、そう、周囲も周囲がすごい、すごいね。で、ベルダンディも僕足しちゃってるんですけど、うん、これ15で、あーいいね。で、あとほら、まだまだ似て、ベルダンディあるよね、多分、うん、ありそうっすよね、重心かなんかありそう。で、あとこのウンディーノも来てほしいっすね。ウンディーノ欲しいね、うん、みたいほら、やっぱ使えなくなったキャラってちょっと救済欲しいよね、うん、欲しいですよね、うん、じゃあ、迷いちゃん、迷いちゃん、迷いちゃん、迷いチェック、いやいやいや、まあ22ですよね。これじゃ迷いちゃん、あれ、あれ、青字いくつ22です。これログインだ、ログインだけですね。ですログインだけなんだ、元々じゃあまだいいのか、はい、じゃあ元々そもそも、ね、やろうとはしてない、重い、なんかそういうコラボでも知らない、自分の知らないコラボとかだとやる気が起きないんですよね、僕。いや、俺らは本当、俺らはもうコラボ好きだから。でも迷いちゃんとかは俺らも知らなかったけど、うん、ちゃんと使ってた方がいいですけどね。それがやっぱ、うん、あのモンストに対しての礼儀だと思うから。いや、すげえ言ってくるじゃないですか、うん、それはもう間違いない。侮辱です、この。いやいや、この端末は侮辱です。侮辱じゃねえよ。いや、楽しみ方は先人たちへの侮辱です。違う違う、楽しみ方はそれぞれじゃないですか。それはで、見てください、このすげえ、うらやましい、ナイチンゲール。でもなんか、ほら、あれが可愛いからさ、キャラクター可愛いから、うん、そうなんですよ、癒されるんですよね、ちょっと。これをずっと見てんでしょ、夜ずっと見てます、眠れない夜は。進化前ナイチン、気持ち悪い、進化前ナイチン。眠れない夜は進化前ナイチン。夜勤なんでしょうね、このナイチンは。そうそう、夜勤帯のナイチン、頑張って、夜頑張ってるから、ナイチンも夜中。そうそうそう。何がそう。眠れない夜は進化前ナイチン。名言。名言じゃねえ。で、まあ挑戦ですね。挑戦。僕の京丹。京丹ですね。大好きキャラね、挑戦。だから本当いいようだよね、この挑戦で身が肉ついてるね。そうですね。やっぱ僕もやっぱこう思いのあるキャラはちゃんとこう頑張る。重心化キャラだっけみたいになる。ちょっとあのアルキメデス見して。なんでなんですか。なんで見たんですか。いや、こいつはだからトグロだったら使えたんですよね、アルキメデスは。そうそうそう。でももう終わった後に、その後なんだ、取ったの。そうですね。で、こいつとかもどうなるんですかね、この著白海。え、なんでこれ、なんなればいいな。これって星6キャラ。そうですよ。見して進化。進化がこれ。あ、そうなの。え、全然俺らガチャ、ガチャ、おガチャゲームです。取ったことないわ、これ。神化がこれ。当たったことないわ。当たったことない。著白海。すげえな、弁慶とかで、このユグも、ユグね、ユグドラシルは、ユグドラシル来てほしい、中心化来てほしいね。はい、なんでイシスだったの、なんで育てたの、あれなんだっけ、イシスじゃん、イシスだよね。なんかイシスはなんか使えるかなと思って、星5の制限とかの時、まあ水キラー、キラー、そう、キラー持ちは使えるよね。ネトロビッチとかね。そうそう、ネトロビッチ森山でしたっけ。で、あ、僕もこのブラッドレイとかもこの辺は20は、それは20までやったってこと。どうなんだろう、みんな。僕ら20ぐらいで、もういいや。いや、俺らかしたら20でも多い。え、マジっすか。10行く前にやめる、もう。でもなんかこれもなんかもらえるじゃないですか、1回買ったらね。あ、そっか、最初20、そうそう、そっか、これももらえるのか、バッと。そうでも諦めたの。諦めました。じゃあまだだね。こいつとかも、そうそう、ああ、プラティア、こういうのとかもう来ないとしたら作っとこうかなと思わない。思わないですよね。こういうね、派手な派手な衣装は好きじゃないか。そうなんですよ。僕はやっぱナイチンゲールが好き。そうだね。はい。そう、やっぱこれラーとか、ラー好きだもんね。ラーとかも大好きなんで。うん。足の裏好きだもんね。足の裏。おっさん、気持ち悪い。気持ち悪い。ないじゃないですか。素足の足の裏、マジで。そうなんです。幼女の足の裏好き。気持ち悪いな。俺言ってない。危ねえな。勘違いしないでくださいよ、これ。僕言ってないんで、一言も。幼女の足の裏好きって言ってないです。踏んでほしい。踏んでほしいとか言ってないじゃないですか。気持ち悪い。やめてくださいよ。まあまあ、好きなもんは仕方ないじゃないんですよ。のび太くん。
のび太くんこれあのヒドラの時のかわいいこのこれはお昼寝あわちゃんはあわちゃんこれ進化させてたよね。そんな格好してんのに、はい、そうそうそう、あ、そうか、それの前が可愛いね、確かに。そうな、これで置いといてます。とりあえずわ、ストライクストライクもまだこうね、見たい。光も1体でいいですもんね。そうね。でこいつが意外にどこで使うんだろうってなって、ね、あ、そっちにしてるんですね。いや、2体持ってんの。あ、1体はあれだよね、あのこれエルドラドで大活躍するんですけど、こいつね、すごいのよ、あの身見せてこれ、あのね、エルドラド3人で行ってんだけど、はい、なんかすげえ削るよね、そうだね、ドーンっつって3分の1なかったりしますよね。ほんとエルドラド楽だよね。楽っすよね、そう、最後そうだね、3分の1ぐらい削るね、ほんとに。そうなんですよ、3人でよく言う、ね、これなんで僕呼ばれてないんだろう。3人でよくエルドラド行くね、行くんで、え、さあ、なんかということで別のラインとか用意されてる。違うよ、いるライングループが。いるラインに入れるんだけど、いつも無言 で、 そうそうで入ってこないだろ。入ってこないの。僕が都合悪い時間にいつもマリッチ、ね。なんかバイトかなんかやってるの。そうなんです。モンスト優先だろ。それもおかしいよ。バイトなんかしてんじゃねえよ、お前。まあまあ、いいね、こんな感じですね、いいね、僕のボックスは。ラックはどうですか、ラックか。同時順で。そうですね、上から見ていきますと、うん、ま、なんかやっぱさ、こだわりを持つよね、やっぱね、その山竹ゼロ、一番上の山竹ゼロは何で買っていったんですか。貝、貝、これは何、あー、調教メテオ、いいよね、やっぱこれね、そうですね、やっぱこれ、まあ人気あるやつでね、だからもっといい見つけたいんですけどね、まだ毛がひれで止まっちゃってるんですけど、まあまあまあ、でもいいんじゃない、はい、あとなんだろうな、あの、ラーとか作ってんだね、ラーラー、あの、エヴァラーエヴァラー、ああこれもやっぱ好きなんでね、見た目は。あ、そうか、ラー好きなんですね、うん、ラーが好きなんで、素足だし、うん、素足だし、あとこれ地味に僕めちゃくちゃ使うんすよね。ああ、いや、これは俺も好きだよね、これ、ね、本当作ってよかったよね、めちゃくちゃ本当に作ってよかったです、これは、うん、めちゃくちゃ強い、はい、今ニラカナじゃないですか、うん、あ、ニラカナもそうだね、運極 でこれ見つけたいな、そうなんすよ、で地味にこれ、こいつにも僕2体作って、滝夜叉、うん、あ、そっか、それで見あんた、そうなんですよ、なるほど、滝夜叉もいいよね、いいですけど、やっぱ使い道がちょっとなくなってきてるな、そう、最近ないね、もうね、で、エデンがもうちょいなんですよ、あ、ほんとだ、あ、ほんとだ、で、見つけてんだ、はい、一応同族過激にしてるんですけど、いいですね、いや、そうね、はい、一緒だ、俺と、で、あとこの辺は、あ、ヨミがもう、そう、うわ、すごい、ヨミももうちょいっす、いいね、やってるね、意外と、僕、もう、ちょっと量より質を求めていきたい、いいっす、そうなったんよ。それで、それでやっぱほら痛い目見てるよ、ね。いや本当そうですよね、うん。だってエルドラド僕も41。一番多い。一番多い。一番暇なんで。まあまあまあ。まあまあまあ。でこれとかも僕は33止まってます。うわー、もったいねーな。もったいねーな。夢玉やっぱきついっすわ。もったいねー。でもさ、途中でやめたらさ、そこまで頑張った自分にさ、悪いと思う。もうこの動画で5回以上言ってますよ。振り込み教育。まあじゃあ次はやっぱりエデンの運極かね。そうっすね。大島は。うん。そうですね。でもなんか面白いね。やっぱちょっと個性が出るね。いや、性格すげえだよ。なんかなんでそれを簡単にすんのとかもあるしさ。うん、そう。でもまだ大島の方がわかる。わかる。うん、淡路の方がわかんない。ドラグマ3体とかなんかそう。それならこれから言ってくればいいんじゃないですか。うん、淡路大丈夫か、音曲間に合ってるか、コラボあと3日だぞ、貼ってやるからよ、はい、なんでそこまで面倒見なきゃいけないんだよ。それがないから僕も寂しく終わっちゃうんですよ。勝手に調べてやるんだよ、各々チェックして。そうだよ、チェック。俺らはもう日にち見て、はい、スケジュールファッて開いて、そうだよ、できる日、この移動、この移動、この移動って考えて、今日は2時間みっちりだなって。やんないでしょ、やらないっすよ。俺らやる、やってる、やってる、スケジュール帳見て、うわ、先輩に誘われてるけど、断ろう。やってる、やるから、ね、やるよ、やるよ、それ運極のためにやるよ。やってても、言わない方がいいですよ。
さあ、そこまでやらなきゃダメだ。そこまでやる。そうだな。先輩との飲みは形残んないもんね。うんくか残る。うんくか残る。次のインタビュー楽しみだな。さあ、いかがだったでしょう、ね、どう思ったかね、コメントももらいたいですね。はい。その他、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。今日も見てくれてありがとうございます。はい。また明日も見てね。バイバイ。機能実装 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン